はい、このプログラム、テクニカルというカテゴリーではコンピューターと直接向き合う技術的な話をしていこうと思います。ただしこのカテゴリーはあんまり多く話をすることができません。全体的にも数が少なくなると思います。秘匿などに特に触れやすいことですし、こういった話は開発環境やチームの規模、対象機種などによってしていることがすごく大きく変わってしまいます。なので、現場でやってることは多々あるのですが、ここでは問題のない範囲で概要をいくらか上げるだけでしょうね。では始めます。スマブラにおける上必殺技、私はこれを必殺技上などと逆に言ってしまうことがあります。これはなぜなのか。実は開発名称では必殺技上なのです。なんとチーム全体で必殺技上と呼ぶようにしています。これには合理的な理由があるのでご紹介しておきましょう。まず技のそれぞれにはファイル名があります。ラベル名と言ってもいいですけど、初代スマブラの開発の時から、決めて、現在に至るまで引き継いでいます。まず A ボタンで行う通常攻撃はアタックと呼ぶことにしました。通常攻撃というのは普通のパンチとかキックとかですね。対して B ボタンで行う必殺技はスペシャル、これは例えばファイアーボールとかスーパージャンプパンチとか、例えば、弱攻撃はアタック1、スマッシュ攻撃はアタック4とつけて区別します。弱攻撃のコンビネーションはアタック1、2、3と、数字が上がるようになっています。強攻撃やスマッシュ攻撃、必殺技などにはパッドの入力方法がつきます。中央の N、 つまりニュートラル、上のハイ、横の S、 下のロー、このルールに従えば横スマッシュ攻撃はアタック S4 という表記になりますね。ちなみに空中技にはエアがつきます。横空中攻撃はアタックエア S。 誰の目から見てもファイル名ですぐに技が分かることが大きなメリットですが、相当した時に比較的綺麗に並ぶことも非常に大きな利点です。アタックはアタックで、弱強スマッシュと強度に応じて数値が大きくなるので整頓されると。必殺技はスペシャルとついているので別のカテゴリーになるし、区分がつきやすくなります。これは仮に S アタック、ハイアタックなどと方向を先にしてしまう表記にすると、相当した時にバラバラになってしまうんですね。強度を数値以外にするのもまあ良くないです。スペシャルハイをそのまんま日本語で言うと必殺技上ですということです。反面、じゃあ正式名称としては上必殺技と呼んでいるのはなぜか。これはプレイヤーの操作としては方向から入るからです。上を入れながら必殺ボタンで、上必殺技、操作の方法と呼び名が合っていますよね。かくしてややこしいですが、技の開発名称と正式名称が異なっています。私は思わず反対に言ってしまうことがありますが、まあ、ご容赦くださいということで。開発で使うファイル名やラベル名は簡潔にして分かりやすく、初めて触れる人でもパッと見て何であるのかがよく分かるように。短くしすぎるとタイピングは楽になるけど意味が分かりにくいので、バランスよく分かる程度にするのがおすすめです。あとくれぐれも言いたいこと、日本の開発者はローマ字によるファイル名は極力使わないようにした方がいいです。特に大きなプロジェクトなら、これは海外の人に対して意味が分かりにくくなってしまうんですよね。後から見直すときに海外の人が分からないってことあります。チームにはよく注意するんですけど、まあ後は立ちませんね。作った人だけが分かればいいわけではないのです。